何がやねん。何でないねん。何食べたい。じゃあ愛ちゃんを食べようかな。無理。え、普通に無理。じゃあ食っていい。じゃあ愛ちゃん食うわ。無理。うまそうやん。はい、やるで。味噌汁作んで。唐揚げ。え、グーグーグー。唐揚げ、海苔、カスタード。ごめん、今日は聞いてへん。なんでやねん、最近全然聞かへん。これか、これか。緑緑緑。じゃあ絶対的な緑で。今日のラインナップたちこんな感じ。いんも、レンコンちゃうの、お玉ねぎちゃう。気合入ってんな今日。おい、芋みたいな顔した女。あ、すいません。玉ねぎ。バカったって。じゃあギ。ギはええわ。違う、しりとりやん。ギリン。ムパちゃんも。ナイスですね。順調。全然返してない。腹減ってるし、火つけるわ。なて、あ、すいません。うわ、この辺怪しい。うわ、え、食えるとこ少ない。え、そんだけ希少部位やん。ヘレって感じ。あれ、俺そんなんで腹いっぱいならへんぞ。なあブス。あ、すいません。切り終わったので水につけます。おい、不動産水に流すんかい。水曜日かい。レンコン豚汁か今日。時間？音がすごい。初めて聞く音。レンコンってこんなんねんな。マジで何作ってんの？教えて。明日の用意してるだけ。なんで明日やねん。今日はないよ。あ、今日ないの？何食べたいの俺。知らんよ。じゃあ俺は愛ちゃんを食べようか。それだけお願いしてみて。この中から厳選された芋たちをあるところへぶっ込みます。どこに？耳？え？汁物なんそれ。え、厳選された芋たちだけな。味噌汁にさつまいも合わんやろ。電子レンジでチンします。こいつらをチンすんのかい。チンします。玉ねぎ丼、玉ねぎ丼。何食べたい？沖縄の天ぷら。ありあり。それまたいつかやるわ。今日のメインディッシュ何？あ、豚か。豚が豚持ってんのか。あ、すいません。砂糖が大さじ1、醤油が大さじ3、餅を作ります。餅。はい、次、酒も大さじ3。みりん。キリンみたいに言うな。みりんは大さじ1。牛丼。はい。待って、牛丼説濃厚ちゃん、ほんまに。で、水。よーし。今日めっちゃ早ない？今日手際がやばいな、遅さが際立ってんな。かんだし無理。手際過去一いいねんけど。私今言ったよ、かんだし無理って。はい。え、米油。何作んの、マジで教えてくれ、ほんまに。ホクホク人参やん。何レンコンって便利やな。穴に刺すだけで動くし。何この組み合わせ、見たことないけど。あえて元見ろ。じゃこれ豚肉。筑前煮か。はい、塩コショウ。じゃあで、きつね色になるまで置きます。これ昨日の残りのおひたしね。よし、ちょっとしかない。はい、完成。おひたし。おひたし FY。 よし、ほいで、はい、ネギネギ完成。筑前に。筑前に俺が言った。よし、で、こっちもネギ。はい、完成。コンポタージュ。コンポタージュかい。コーンないのに。セアプロ。エビフライ、豚汁、白菜、白菜。いらっしゃい。さて。どうなんでしょう。めっちゃ美味しい。まあ甘いな。100点。レンコンいきまーす。うまい。僕レンコン苦手なんです。今日はホクホクしていこうかなと思います。ホクホクできた。できたね。32歳、レンコン食べれる？32歳、2ヶ月、21日。うん。そうなの？別に言ったけど。肉と合うということ？え、これ3つ一気に食う？あ、サンドイッチしたらバンズとパティと見立てて。どっちが上バンズなの？レンコンかさつまいも。お好きにどうぞ。レンコンがけど下の場合は落ちていくけど。ひき肉じゃないからいけるやろ。ひき肉です。秋っぽいな、ご飯。俺夏に結構食うけどな、こっち系は基本夏。いや、ビール持ってこいみたいな顔すな。今食ってる。芋食った声なってんで。ほんまに芋挟まったら芋食ったみたいな声になったわ。え、秋の夕暮れといえば飲み物こちらでいけないと思います。ジャン、クリーンナベル。
勢い良さめで。どういう日本語？良さめやん。あ、ごめん。おい、社長か。コムデギャルソンの社長か。ごめーと。なんか久々飲んだ。そうじゃないって書いてあるね、顔に。どんな顔やね。そんな顔やん。俺ってどんな顔？俺を見たことない人に俺の顔を説明するときどんな顔って一言で言うと。目の上に眉毛があって、と目の間に鼻があって、鼻の下に口がある人。めちゃめちゃおる。ほんでこれなんて料理やん。マジで。ゴロゴロニーみたいな。なまでが名前。ゴロゴロニーみたいなまでが名前。ほんまにない？あんのこういう料理。秋の炒め物。秋しか作ったらあかんってこと？これは。うん、さつまいもやしな。さつまいもって夏あかんの？焼き芋って言うやん。焼き芋って言うやろ。何月なんていうの？秋に焼き芋って言うやん。言うたことないんだよ。今まで生きてきたことある？季節を感じながら。夏でも紅葉いけると思ってる？俺冬でも海入るし、冬にもかき氷食うやん。これや、原因。サンタはいつ来んの？俺の実家はいつ来てたかな？6月や。何もらうの？傘？なんか梅雨やから言うて、大体傘やった。毎年じゃあ傘増えていくやん。捨てていくの一本一本。だいたい5月になくなるの俺。で6月にちょうどもらえんの。そうそうそう。めっちゃ空気読めてるやんサンタ。なんでなくなったって知ってんの？ SNS 見てる俺のサンタが。 SNS あったん？あったよ、デコログ。ぼやきとか見てるってこと？モバスペンも見とったしな、一応。やってた人いたらコメントください。モバスペ。クマがすごいだから俺今。クモや。誰がクモやねん。どんな顔やねん。クモがすごい。クモがすごいってないねん。空か俺は。そっちじゃないよ。スパイダーや。そっちじゃないよ、噛むな。シジマールってこと？誰ぞ、ネイマールの2番センチみたいな。いや、先に出とる。あ、ネイマールが2番センチ？いや、もう8番センチ。シジマールはだいぶ前。全然芋食わへんよ。なんか食べても食べても減らん。いや、めっちゃ減ってんねんけど。あげようか？いらんて。あげ。腹パンパンになるわ。なんか久々飲んでる。なんか今日苦く感じた。俺も。わかった？だって俺いつもさ、一口目でさ、もうほぼなくなって、しかもちょっと今日少なかったから絶対なくなるはずやん。なしじまる知らんやろ。芋食ようと思ったらまだ味噌汁から芋出てきた。え、味噌汁に芋入れたら知ってたやろ。うん、忘れてたってこと。うん、なほな芋。明日までご飯いらんの。クマやったら半年寝てまうやつやで、これ。どういう意味？クマって冬眠する前にめっちゃ食うやん。だからもうさつまいもでも腹パンパンでも冬眠できるぐらい腹に蓄えましたっていう表現。でもさ、今年のクマはさ、ご飯が全然ないからさ、人間襲いに来てるやん。大丈夫？俺クマちゃうねん。じゃあクモ伏線ここで回収してる。何の、何も伏線でもなんでもない。さっきのクマができたとか言って。意味があるから。私さ、ことわざ別にそんな知らんねんけどさ、ドラえもんのさ、ことわざの本持ってた。何の話？意味わからん。それでどういう時に使うやでっていうのがちょっと漫画にもなってんねんか。のび太とドラえもんの。ドラえもんでええやん。ドラえもんの。じゃあドラえもんでええやん。ライオンは？ライオンやん。俺のもかんやん。ドラえもん？ドラえもんやん。じゃあドラえもんやって。それライオン言うやつがドラえもんって言うねん。で、私どっちも言うで多分。いやけどそのドラえもんって言うんやったら、ウィル・スミスって言うの。興味がないな、やっぱ。俺多分俺らのコンディションやと思うけどな。喉の？なんかベロ。ベロ系の。舌って言って。なんで？関西出すぎやで。関係ない。じゃあへーって言うんかい。おなら。おならやろ、関西。関西や、それ。関西おならな。おならやろ。へーちゃうの。あ、そうなの。だからへーの方が癖強そうや。だからこうへーくんへーちゃう。こうへーって言うぐらいやねんから。あ、すいません。ガチャガチャうっすいね、お前が。いち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 喋れるってお前。箸置くな、箸。箸持って喋る、喋んやったら、ボケだ。リンゴかさ、梨の味どっちが好き？せーの、梨。やろうな。ハイチュウ食うときも俺、梨のハイチュウ好きやもん。で、梨のハイチュウは？梨のハイチュウって何やねん。ぶどうか、マスカット、どっちの味が好き？せーの、で、マスカット。もうこいつみんなそうやねん。バナナかイチゴ、どっちの味が好き？せーの、イチゴ。急に全然ちゃう二択。なんな？チョコレートか、キャラメル。せーの、で、チョコレート。そこはそうや。キャラメルと思った私。じゃ、ほんで、全然ちゃうやん。チョコレートかホワイトチョコレートやろ、そこは。うん。キャラメルとチョコレートになって、ものがちゃうやん。今私は、あそこにいんねん。クレープ屋さん。はい。スーパーコメント美味しい！毎日掛け合いありがとうございます。あのビールのくだり、あーい、社長か。ビールのくだりだけで総集編作ってください。ありがとうございます。総集編作ってください、誰か逆に。社長シリーズってことやろ？あのシーンだけ切り取って誰か、あの、切り抜きやってください。お願いします。お願いします。自分でも何を言ってるかわからないんで、あの、僕も気になってます。誰かが作ってくれはったやつを見てみたいと思います。待ってます。これからも頑張ります。はい。幅すごいな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。僕ドラえもんです。ドラえもん。ちいかわ。うまいな。うまいな。カスタードかチョコレートは？せーの、チョコレート。カスタードのやつおらんて。おるけ。カスタードの方が好きなやつがおらんて。おるけ。
やじゃれません。何か出してドラえもん。寝れる薬。普通やん。夜寝れる薬。睡眠やん。眠剤やん。